こんにちは、男のソーイング鈴木パセリでございます。ということで、ですね、ちょっと前回ですね、妻のねスウェット生地で、シャツをね作ったんですけど、これ反省すべきところは、まず首回りが大きすぎたということでね、今回ちょっとこの理想的な首回りを大きさをね探っていきたいと思います。で、まあこの本当はね、コンパスで曲げる角度が一番いいんですけど、これでも全然ね、こういう食器のねコップとかね、お皿とか、この間お皿でやったんですけどね、多分ね、私があまりこれ最近猫ちゃん好きにはたまらない、こういう、これ妻のご飯茶碗なんですけどね、多分これがいいと思うんですけど、ちょっと最初ちっちゃめのこれ富士山の湯飲み茶碗ですけど、こういうので大きさで、で今布をね、ここを切れっぱし、あのね、製品ね作る前にやっぱり一回首回り試した方がいいかなと思います。せっかく作ってもちょっとね、首回りが大きかったりして、今回みたいに納得いかないところはあるので。で、もう一つそれと並行してね、縫い目が、これ結構厚めのね、いい生地で、あれなんですけど、縫い目、ちょっとご覧になりますか。ここの、例えばここの、ラインがですよ、ちょっとステッチが目立つんですよね。わかります？ちょっとつれてるように見えるのもあるんですけど、テンションが強すぎるなぁと、上糸も下糸も、それでちょっと微調整して、もう一回ちょっと下糸の調整とか、ちょっと変えつつね、ちょっと今回の動画に、動画はそんな感じで行ってみたいと思います。それでですね、糸のそのテンションのさっきの話なんですけど、これね、これが今、ちょっとこう振ればなんとか落ちてくるかな程度なんで、ちょっと強いと、いつも動画ご覧いただいている方には、職業用ミシンは、下糸の調整は、ここの、ネジが少しあって、これはね、少しだけね、緩めて、梅に取られちゃったんだ。梅に。今、再びね、落ちてっちゃう。振らなくても落ちてく、今弱さ。ちょっと弱いです、結構弱いです。これで。あら、もんちゃんさん。もんちゃん閉めちゃっていいですか？閉めちゃって。ちょっとね、縫っていきますね。わかりますかね？結構綺麗に縫えてんじゃないですか？外行くの。行ってらっしゃい。ああ、ももも行くの？行ってらっしゃい。行かねえのかも。ああ、むめも来た。行ってる、みんな行ってらっしゃい。今ね、これ切れっぱしをね、2枚重ねてね。でね、最初これから行ってみようかなと。ちょっともったいないからこの辺で。チャコペン。この食器がすごいね、やりやすくて。9センチですけど、ちょっと9センチでやってみたいと思います。
そしてですね、ここのね、ここ縫ったので、ここをくり抜いてですね、ここを1センチから5ミリぐらい残してくり抜いて、これできましたけど、これ手が入るだけですからね、これ。これダメだ。9センチでね、手が通るぐらいだから。日の丸スリーブもね、日の丸スリーブもちょっとね、今開発中でございまして、まだね、イメージが固まってないので、ちょっとまあ日の丸ネックを、完成させたら日の丸スリーブね。まあ、男のそういう猫です、ございますからね。これ行きましょう。これ猫チグラっていうメーカーなのかしら。ちょっと次、猫チグラくり抜いてみましょう。できた。これね、私はさすがに絶対無理だ。ちょっと妻にね、やってみますから。ちょっとダメでしたね。やっぱダメかな。これの差がちょうどいいところがないわけ。コンパスでもね、引いてみたんですけどね、コンパスね、ずれちゃうからやっぱね、やめてじゃないか。これヨーグルトメーカーの蓋あるんですよ。で、これでいきましょう。こんなに上手になっちゃうの、首のくり抜き方。これ結構大きいね。これ、あ、私でも入るわ。と言ってもね、ちょっと今ビリッとなっちゃったな。あら、全然いい。ああ、これかな。これ13.7ですけど、ここにこうやって引けば。だいたい14センチぐらいになると思いますけど、これはね、私サイズですね。妻サイズはね、妻サイズこれでちょっと今ね、できました。うん、決まった。じゃあ妻サイズ決定です。13.2 センチ。でも、まあ私頭でかいのでね、これ、頭小さい男の男性の方だったら、ね、男女兼用でいけると思いますので、もう一個入れるとあれですね、結構きつくなるね。ももちゃんを写しておきます。ももちゃんを写しておきます。このちょうどこれでやったやつなんですけども、あ、今日はね、見た目的にはね、かなり素敵にできましたね。肩のラインがここのどこにこう一体来るんだろうと。これが肩のラインだとしてですよ、肩のラインがちょうど中央に来ることってないんです。やっぱり若干前の方が空きが大きくなるので、2体前を2、後ろを1で取ったんですけど、ややね、もうちょっと中央寄りかなと、この間来ててね、思ったので、3分割じゃなくて、5分割して、前が3、後ろが2にします。一応こっち前、こっち後ろとしますので、で、前が、今大まかですけど、引いて、で見たんですが、ここ一応ショルダーラインというか肩のラインがここになって、ここが後ろが2体前が3になるんじゃないかということで、まあ前は2対1でやったんですけど、2対3ぐらいにして、で肩がこうここで折れ曲がるので、まあ皆さんからご覧いただくと、こんぐらいかな。
ます。で、ここの重なりというか、あれが2センチ、約、ここは2センチ出てる感じですけどね。はい、ということでね、今日はね、これです。すごい地味ですけれども、まあ、こうしてちょっとね、パーツごとに肩だったり首周りだったりちょっと一つずつ、ね、丁寧にね作っていけばね、より完成度の高い、まあ、シャツができるとは思いますので、それでまあ何をやってんのかというと、テーマ、あの結局ね、最近ねニット生地ね、ズボンはね違うんです、ズボンはね僕はこの14オンスデニムがねものすごい気に入って、これはねポリウレタンとかこれ入ってないんですよ、綿 100% ので、ズボンはねこの別に僕伸びない素材でも全然好きなんですけど、上はねもうこの肌着にしろ、まあ、ポロシャツにしろ全部ニット生地で、まあ伸びない生地でもね、いっぱいおしゃれなのがあって、それでも作ってみたいなという思いはあったんだけど、やっぱねニットをね最近作るようになって、ニットものすごい楽なんですよ。だけどニットって前も言ったけど、オーバーロックのあのロックミシンじゃないと縫えないっていう、あのちょっとね思い込みがあったんだけど、もう全然買って、まあこれは職業用ミシンだけど家庭用ミシンでも、この上送り押さえとこのレジロン糸とニット用の針があればもう縫えるということがね判明したのでね、ちょっとこれで家庭用ミシン持ってればニット用もちょっとねぜひね挑戦していただきたいなという思いを込めてね、こういうまあネック周りもあえてこういう単純なまん丸にしてみたり、そういうちょっとね挑戦を今してます。だからなので、まあまだ完璧な方法にはたどり着いてないですけど、まあね前回本当にちょっと首回り失敗したんでね、今日は首回りということでやってみましたので、今日の男の総意とはこんな感じでございます。最後までご覧いただきましてありがとうございました。また次回お会いする日までお元気で、さよなら、ありがとうございました。